ベネゲイヤは、オーストラリアの歌手。ソウルミュージック界で、また、ポップソングでのヒット曲でも知られている。メルボルン生まれ。1970年代前半にジャズバンド、ドライレッドに、ボーカリストとして加わり、歌手としてのキャリアをスタートした。彼女が脱退する1972年までの間に、バンドはアルバムを1枚リリースしている。その後、ジャズロックバンドの、 など、いくつかのバンドを渡り歩き、1973年に、レネは、自身初のソロアルバム、レネ・ケイヤーを、翌年には、アルバム、イッツ・エーマンズ・マンズ・ワールドを発表した。ジェームス・ブラウンの曲をカバーした、タイトルナンバーは、彼女初のシングルヒットとなった。さらに1976年には、シングル、ヘディング・イン・ザ・ライト・ダイレクションが、 ヒットチャートのランク20位内入りした。1975年には、オーストラリア選挙の際、同国自由党のキャンペーンテーマ、Turn on the Lights を主題とした曲を歌った。この選挙で自由党は政権を奪還し、同局は1972年に労働党が与党となった時のキャンペーンテーマ、It's Time と並び有名なプロパガンダとなった。 1976年発売のアルバム Moving Along とシングルカット曲 Stars and Whispers は彼女最大のヒットを記録し、ラジオで頻繁に曲が流れたこともあって、アメリカでも注目されるようになった。契約していた RCA 社はアメリカでのアルバム発売にあたって黒人的な印象を与える歌声と白人である彼女の姿とのギャップを恐れ、 知名度が上がるまでは経歴を隠し写真をジャケットに使わないよう進言した。これを頑固で直情的なレネはまやかしと受け取り、後に彼女自身が言うところの私のでかい赤ら顔が載った写真をジャケットに使うよう押し通した。こうしてアルバムは発売されたが、レコード会社が有料した通り、アメリカでの彼女に対する興味はすぐに沈静してしまった。 この出来事からレネは音楽産業の難しさを痛感し、自分の混迷さを反省した。あとの数年間、彼女はロサンゼルスでセッションボーカリストとしてキャリアを積んだ。1980年にレネはマッシュルームレコーズと契約してアルバムソラッキーを発売。これは長らく身につけていたブルースやジャズだけではなく、サルサやレゲエを取り入れたものだった。 シングルカットされた、セイ・アイラビューは、オーストラリアチャートのベスト5入りし、彼女の最大のヒット曲となった。その後は、セッションミュージシャンとして、スティングのアルバム制作などに加わっていたが、1999年に、久しぶりとなる、ソロアルバム、スイート・ライフを発表。続くアルバム、テンダーランドは、初めて、アリア,アワードにノミネートされた。ありがとうございます。